はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日はまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はね、城南島海浜公園の方に来てるんですけれども、またね、飛行機をね、撮影しようかと思っているんですけども、先日ね、購入しましたこちらのレンズね、シグマの 600mmF8 のね、ミラーレンズね、こちらの方をね、α7S3 につけてちょっと試してみようかなというふうに思いやってきました。はい、一応ね、これと、あと、こちらの方にね、これはね、前回1回試してることがあるんですけども、シグマのね、50mm、500mm と、α7R5、こちらの方をつけてる状態で持ってきてるのと、あとね、ちょっと時間的に使えるかどうかわからないですけども、まあ、シグマのね、2倍のテレコンバーター、こんなのも持ってきています。はい。あとはね、一応予備機ですけども、まあ、いつも α99M2、まあ、こんなようなやつをね、持ってきてるんですけれども、今回、まあ、一番メインはね、これのね、試写ということで、今回初めて使うんで、一応、ね、まあ、これからね、夕方とかになって、今3時くらいなんで、もし暗くなってきてもね、使えるように α7S3 につけてますけれども、これを、α7R5 とかに、ね、付け替えてみたりとか、いろいろ試しながらね、撮影できたらなと思っています。はい。じゃあね、撮影していきます。拾えないと思う、これ。飛行機来た。風がすごい。ただね、三脚乗っけてるんで、手ブレ補正とかね、切って、そのままとか、エンジン取りたいなと思ってるんですけど、三脚乗ってる時点で、もうカメラにね、風が当たって、そのままね、普通に揺れてしまうんで、そこはちょっとね、サポートとして、高さのサポートとして三脚使うぐらいで、ここに十分だよね、緩めといて、まあ、ちょっと手持ちプラスアルファみたいな感じでね。ね、2倍のね、テレコンバーターね、とね、LED3 と一緒にこうくっつけてみて、こんな感じですね。ね、
ね、α7R5 に、シグマ 50mm、500mm ですね。はい、こちらの方をちょっと